かけ豊か3月15日台は、日本中央競馬会の機種である。デビューの年に、新人最多勝記録を更新し、2年目の喫花賞で G1 を制覇。3年目で、全国リーディングを獲得。その後も活躍を続け、JRA 全国、リーディングジョッキーは18回獲得し、機手大賞は9回獲得。通算 G 相勝利数は、地方、 海外含めて100勝以上を記録。その他にも通算4000勝を超える JRA 歴代最多勝記録、及び歴代最多記上数記録、東京優秀最多の5勝を挙げるなど数々の JRA 記録を更新、保持し、日本競馬界のレジェンドと称されているほどの日本を代表する騎手である。祖先は薩摩国出身の武家であり、 薩摩藩士の園だけから武家へ養子に入った祖祖父の彦七は箱館体系の文下生となる。祖父吉彦は馬主協会元会長。父国彦は元騎手、元調教師であり、弟孝四郎も JRA 所属の元騎手、現調教師である。妻は元タレントの佐野良子。小中学校時代の同級生に調教師の異形、安志とがいる。 1969年、父国彦、母陽子夫妻の三男として、京都府に生まれた。翌1970年、部以下は、現在の立東市立東トレーニングセンターに転居した。住まいのそばに厩舎があるため、厩舎にいる馬に人参を与えてから出かけるのが、部の日課になっていた。物心つく前から、 身近な環境で馬と暮らしていたこと、また騎手だった父の姿を見ていたことが影響し、部は物心ついた頃には騎手になりたいという思いが芽生えていたという。1975年、立東私立根虫小学校に入学。この頃から競馬が大好きで、同級生の池江康史樹と学校で競馬の話ばかりしていた。小学校2年生の時にはすでに、 東京優秀が特別な競争であることを理解しており、将来騎手となって日本ダービーを勝つことを夢見るようになっていた。小学校5年生の時、立党乗馬園の少年団の一員となり、本格的に乗馬を習い始めた。当時指導員だった竹野下光義は部の記乗について次のように解雇している。すごくバランスが良くて、 馬上での座りが普通の子と全く違った。とにかく動きが柔らかく、他の人が敬遠するような癖のある馬に乗っても、全然バウンドしないし、コースをきれいに回ってくる。馬も彼が乗ると嫌がらないんです。馬が暴れても鞭を使わずになだめて魚していました。将来絶対トップジョッキーになると思いました。1981年春。 卒業文集に将来の夢は騎手とし昆虫小学校を卒業。そして立東町立東中学校に入学し、中学生になっても変わらず、乗馬園に通い、乗馬を続けていた。1984年春、騎手家庭第三期生として JRA 競馬学校に入学。同期には、海老名正義、塩村勝美、芹沢純一などがいる。 当時教官だった小木の忠児、マヤシンラは部の馬乗りの技術は入学当初から高かったと話している。空き時間になると撮影された自分や他生徒の騎乗映像をよく再生して研究していたという。また、アメリカの競馬雑誌、ブラッドホースの写真を食い入るように見ていたり、クリス・マッキャロンやゲイリー・スティーブンスといったアメリカの一流騎手が叩き合う映像を ワクワクしながら何度もリピートしたりと、アメリカの競馬に憧れを抱くようになっていた。2年生の10月、騎手デビュー後に所属する、立党、武田作十郎9社の実習生となり、3年生の9月まで実習を行った。部は、実技はもちろん馬学などの成績も良く、学年トップで競馬学校を卒業した。今では、レジェンドと称されている。 新人最多勝記録を更新する1987年2月17日、競馬学校を卒業。立党の武田作十郎旧社所属となり、念願の騎手デビューを果たす。武田作十郎旧社に所属したことにより、部は川地洋の弟,弟弟子となった。3月1日阪神4レースに、アグネス・ディクターで、初騎乗。同3月7日、阪神3レースで、 ダイナビショップに起乗し初勝利。9月12日、ケアモールで42勝目を挙げ、小屋敷明が持っていた関西新人最多勝記録を更新した。10月11日、京都大商店で東海ローマに起乗し、重賞初制覇を果たす。11月14日、リードトライデントで59勝目を挙げ、加賀武美が保持していた新人最多勝記録を27年ぶりに更新した。 最終的には69勝を挙げ、JRA 賞最多勝利新人騎士を受賞した。競馬ブームの主役へ1988年菊花賞で、スーパークリークに騎乗。直線入り口で以前騎乗したことのある勝得心に、前を塞がれていたが、勝得心が外に膨れる癖を知っていた氏は慌てず、内が開くまで動かずに待機。思惑通り開けた内を通り、 最後は2着に5馬身突き放して勝利。GI 競争初勝利を飾り、19歳8ヶ月で JRA 史上最年少クラシック制覇を達成した。そしてこの冷静で頭脳的な騎乗を周囲から絶賛され、天才として脚光を浴びるようになった。さらに部はこの年113勝を挙げ、史上最年少で関西リーディングを獲得。競馬サークルの内外に、 強烈なインパクトを与えた。1989年社大かぐら、稲荷湾、スーパークリークで GI を4勝、年間133勝を挙げ、デビュー3年目にして、初の JRA 全国、リーディングジョッキーを獲得。部の活躍は、スポーツ紙や競馬雑誌以外の紙媒体やテレビでも、たびたび取り上げられるようになり、竹豊という名前と顔が、日本中に知られるようになった。 部は、デビュー当時、競馬関係者や競馬ファンから、竹国さんの息子と認識されていたが、この頃には父である国彦が、競馬ファンから、竹パパと呼ばれるようになり、認識度の上ではすでに父を逆転していた。折しも日本はバブル景気による空前の好景気であり、その波に乗って、日本中央競馬会が、CI 戦略を含む一連のキャンペーンを成功させたことにより、 日本に第二次競馬ブームが巻き起こり、同時期に頭角を表したたけしはこの競馬ブームの主役となった。1990年部とともに競馬ブームの主役となっていたオグリキャップとコンビを組み、安田記念、有馬記念を制した。とりわけすでに燃え尽きた怪物と言われていたオグリキャップを引退レースで復活勝利に導いた有馬記念は、 奇跡のラストランとして語り継がれるレースとなった。タキシとオグリキャップの活躍により、日本中央競馬会の売り上げは爆発的に伸び、競馬ブームの盛り上がりはピークに達した。部は平成三強と呼ばれたスーパークリーク、稲荷湾、オグリキャップのすべてに起乗した唯一の機種となった。競馬会の主役へ、部は競馬以外のメディアから脚光を浴びるようになると、時間の許す限り、 各方面のメディアの取材に積極的に応じていった。その理由について部は、競馬サークルが世間一般から偏見の目で見られているのを子供の時から感じていたんです。競馬サークル前に自分が積極的に出ることで、こうした偏見をなくしたいと思ったんですと語っている。部は、こうした意識を持って競馬サークルの外へ飛び出していき、 若い女性を中心とした競馬を知らなかった層の目を引きつけ、競馬に付きまとっていた暗い賭博のイメージを明るい、スポーツのイメージに変革させることに尽力し、競馬界の主役的役割を担うようになっていった。部は、競馬界における自分の立場、自分のためすべき使命について、競馬の世界では、自分が発信力のある立場であることは感じている。たとえ自分が気が進まなくても、 竹豊が競馬界のためにやらなければならないと思うからこそやることもある。竹豊というキャラクター的な存在を感じている部分はあると自分が発信力のある立場であることを自覚しつつ自分とは別に竹豊というキャラクターの存在を意識して行動することを心がけているという。部が競馬界の顔として競馬サークルの外で仕事をこなし続ける一方、本業の記録においても 史上初、史上最年少、史上最速の名がついた数々の金字塔を打ち立てていき、1989年から2008年までの20年間で合計18回リーディングジョッキーを獲得。2007年には JRA 通算2944勝に到達。岡部幸男が保持していた JRA 最多賞記録を更新し、名実ともに、 日本競馬界の第一人者となった。ダービージョッキーとして、競馬の祭典と呼称され、すべてのホースマンの夢舞台と言われる、東京優秀。部は、その日本ダービーについて、子供の頃、騎手になりたいと思って、将来の自分を思い描いた時、浮かんでくるのは、日本ダービーを勝つ姿であったと述べており、子供の頃から、ダービージョッキーに憧れを抱いていた。そんな部の、 初めての日本ダービー騎乗は、デビュー2年目の1988年、コスモアンバーに騎乗し16着。部本人曰く、何もできずに終わった日本ダービー初騎乗であった。以後、1989年に、谷のジュリアス、1990年に白体制、1991年に、シンホリスキー、1993年に、成田大臣、1994年に、 富士の剣王、1995年に大墨ベスト、1996年にダンスインザダーク、1997年にランニングゲール。K9 会の挑戦を繰り返すも勝利することはできなかった。部はすでに日本ダービー以外の八大競争をすべて勝利しており、日本ダービーのみ勝利を逃し続けるうちに、いつしか競馬サークルでは、竹豊は、 日本ダービーだけは勝てないというジンクスが囁かれるようになっていた。たけし自身は感情に流されずコントロールするのもプロフェッショナルとして必要な素養であると考えていた。ため、マスコミの取材で日本ダービーへの思いについて聞かれた時には、日本ダービーは特別なレースじゃない。他の GI と価値は一緒。いつか取れると思うから焦っていない。といった具合に努めて冷静に受け答えしていた。 しかしこれらは、表向きのコメントであり、本心では次のように思っていたと語っている。自分の今まで積み重ねた勝利すべてと引き換えにしても、いいと思うほど、ダービージョッキーの称号が欲しくて欲しくてたまらなかった。そして1998年、第65回日本ダービーで、スペシャルウィークに起場し優勝。10度目の挑戦で、ついに悲願を達成した。部は事前に、 勝った時はガッツポーズはやめよう。あくまでもクールに決めようと考えていたが、実際の勝利時は湧き上がってくる喜びに体が反応し、たけし自身が後にビデオで見た時に恥ずかしくなるほど夢中で何度もガッツポーズを繰り返していた。十七万人の監修によって埋め尽くされた東京競馬場では豊かコールが沸き起こり、部はこの瞬間をそれまでの人生で最大 最高の瞬間と振り返っている。翌年の1999年もアドマイアベガで勝利し、史上初の日本ダービー連覇を達成。そして2002年の谷のギムレットで3度勝利し、史上初めて日本ダービーを参照した騎手となった。その後も2005年にディープインパクトで4度目の勝利。2013年にはそのディープインパクトの子である絆で勝利し、 日本ダービー最多勝利記録を5に更新した。なお親子に大日本ダービー制覇は数組あるが、その中で同一騎手が親子それぞれの馬に騎乗して日本ダービーを優勝したのは部のみである。部は日本ダービー制覇への思いについて以下のように語っている。積み重ねてきた経験と何度も噛みしめた苦い思い、そして何よりも 自分の手で掴み取ろうとする強固な意志があって、初めてたどり着ける最高の場所です。竹豊、勝負師の極意 P183 より、引用海外での騎乗部は、海外でも早くから活躍し、日本人騎手による史上初の海外 G1 制覇、日本人として前人未到の海外通算100勝など様々な記録を達成している。部の海外初騎乗は、 デビュー3年目の1989年の夏、イナリーワンのオーナーがアメリカに馬を持っており、その馬の騎乗を依頼されたことがきっかけである。同年9月2日、アーリントンパーク競馬場でグランマジーに騎乗し勝利。海外デビュー2000目で海外初勝利を挙げた。以降は、年末年始や夏はほぼ毎年海外へ渡航し、アメリカ、フランス、オーストラリア、ドイツ、イギリス、 UAE、香港、韓国、サウジアラビアの9カ国で勝利を挙げている。1991年8月、サラトガ競馬場で行われる芝2600メートルの G3、セネカハンデキャップでエルセニオールの手綱を取ることになり、3年目のアメリカ参戦で初めて重賞に騎乗することが決定した。しかし当時はまだ日本の競馬が、 世界水準の評価を得ていなかった時代であり、アメリカの競馬専門誌には22歳の日本人がトリッキーなサラトガを乗りこなせると思っているのか、などと競馬行進国の弱敗者に対する批判的な記事が多く掲載され、もし豊田家が勝ったら私は裸踊りをすると書いたハンデキャッパースライター。さらに管理調教師であるウィリアムズ・ライトですら、 メディアに対して部のことをビギナーと侮辱的な言葉を発した。たけし自身サラトガ競馬場の芝コースは騎乗経験がなく、さらにライトは部にエルセニョールの調教に乗る機会を与えなかったため、ぶっつけ本番で挑むこととなった。そんな初物尽くしの中迎えた本番では、ライトがパーフェクトというほどの理想的な騎乗でエルセニョールを勝利に導き、 日本人騎手による海外重賞初制覇を達成した。部は勝利後、現地の騎手たちに馬上から祝福の握手を求められ、一生の思い出になったという。1992年9月、セクレタリアとステークスでワールドクラススプラッシュに騎乗し、海外 G1 初騎乗を果たす。1994年、この年は例年にもまして各国を飛び回り、 キング・ジョージ6世・六世ク・イ・ーン・エリザベス・ステークス、外専門賞、ブリーダーズ・カップ・マイルなど、世界のビッグレースに起場。同年9月4日には、スキー・パラダイスに起場してムーランド・ロンシャン賞を制し、JRA の日本人騎手として、史上初の海外 G1 制覇を達成した。2000年6月、部はアメリカに、長期滞在し、 地上拠点をアメリカ西海岸に移すことを表明した。アメリカ西海岸を選択した理由について、世界を代表するトップジョッキーが集うアメリカ西海岸の競馬で自分の腕を試してみたかったと語っている。同月のハリウッドパーク開催から本格参戦し、夏のデルマー開催では、人気渦の馬で勝利を重ね、当地のメディアにアナジョッキーと紹介されるようになり、存在感を示した。 しかし、11月のハリウッドパーク開催では、起乗数が激減。1日一案を確保するのがやっとであり、起乗場,場を確保するために旧車を挨拶回りする、毎日であった。結局このアメリカ長期滞在は最後まで満足な、結果を得ることなく終了した。しかし部は、アメリカ長期滞在を決断したことについて、ほんの1ミリも後悔していません。悔しさとか、 もどかしさとか、勝てない、乗れないというジレンマも含めて、すべてがいい経験です、と、前向きに捉えている。2001年1月、フランスの調教師、ジョン・ハモンドから、主戦騎士として、フランスに来ないか、と正式なオファーを受け、これを承諾。フランスに、長期滞在し、騎乗拠点をフランスに移すことを発表した。同年3月のロンシャン開催から本格参戦し、 4月15日には G3 のグロット賞を勝ち、同年初のフランス重賞初制覇を達成した。10月7日の外戦門賞ウィークエンドではアベイド、ロンシャン賞にインペリアルビューティーで勝利し、同年初のフランス G1 制覇を達成。同じ日の外戦門賞ではサガシティに起乗し、3着に入る検討を見せた。は2001年のフランス滞在で最も印象に残ったレースは と質問されたら迷うことなくこの外線文章と答えるという。フランス長期滞在中、落馬骨折による1ヶ月半のブランクがあったが、最終的にはフランスで G1 価値を含む35勝を挙げ、部本人曰く、まずまずの成績を残した。翌2002年も長期滞在を継続し、フランスで10章4勝を挙げている。2004年12月、 香港ハッピーバレー競馬場で勝利し、海外通算100勝を達成した。部は、自身の様々な海外での騎乗経験を踏まえ、若い騎手たちの海外への積極的な挑戦に期待を寄せ、次のようなメッセージを送っている。海外で騎乗するチャンスがあるなら、日本で経験を積んでからなんて考えずに、どんどん挑戦した方がいい。 長く日本を留守にして騎乗馬がいなくなることを恐れていたら何もできない。チャレンジする騎手が登場するのを楽しみに待っています。落馬事故と成績低迷2010年3月27日、阪神競馬場で行われた毎日杯でザ・大器に騎乗。最後の一波論に差し掛かった時、ザ・大器が故障発症し転倒。部は頭からコースに叩きつけられるように落馬した。 この落馬事故により、部は、左鎖骨炎異端骨折、腰椎横突起骨折、右前腕、裂層の重傷を負い、全治半年と診断された。特に左鎖骨炎異端骨折の症状が重く、鎖骨を骨折したというより肩関節が破壊されたような負傷であった。3月30日、左肩にプレートを入れる手術を受け、4月2日には退院して、 すぐに歩けるようにはなった。しかし左肩は全く動かすことができず、しばらくは幹部をプレートで固定して治癒するのを待つしかなかった。部は当初5月に復帰する青写真を描いていたが5月1日の時点でまだ左肩の可動域が極度に小さくジャケットを羽織るのにも他人の手を借りねばならない状態であり、さらには医師からリハビリの許可も出ていなかった。 ゴールデンウィーク明けに、ようやくリハビリの許可が下り、日本ダービー前の復帰を目指し、左肩の可動域を広げるためのリハビリを続けたが、すぐには、症状は好転せず、5月16日、ビクトワールピサでの日本ダービーの起乗を断念し、リハビリに専念することを発表した。部は馬に乗れないと何もすることがなく、俺は、競馬で乗ることしかできない、人間なんだなと、 改めて痛感させられたという、6月中旬、左肩のプレートを除去する手術を受け、リハビリのピッチが上がった。7月に入ると、左肩の可動域が広がり、着実に回復に向かっていった。7月22日、立冬トレセンで約4ヶ月ぶりに馬に起乗小学校5年生の時に乗馬を始めてからこれほど、長い間馬に乗らなかったのは、 初めてだったという。8月1日、小倉競馬場で127日ぶりに実戦復帰した。復帰後初めてパドックに姿を現すと、復帰を待ち望んでいたファンから拍手と歓声が沸き起こった。しかし後に、部は、あの時はまだ左肩の状況が悪く、ごまかしながら乗っていたところがあったかもしれませんと、怪我を抱えたまま無理して復帰したことを告白している。 その影響からか、復帰後は思うように勝てない日々が続き、2010年は年間69勝。2011年はデビュー以来最低の年間64勝。2012年はその前年をさらに下回り、年間56勝に終わった。部はこの時期の成績低迷について年間200勝していたのが数年後に年間50勝になるのは正直きつかった。 武豊でも結果が出ないとこういう状況になる。シビアな世界だから、しょうがないんですが、2011年、2012年あたりは、競馬が楽しくなかった気がしますと当時の苦しかった心境を解雇している。しかしその苦境の真っただ中にいながらも、武豊の進化が今とわれているんだぞと自分を、叱った激励し続けていたという。5度目のダービー制覇。 そして通算4戦勝達成2013年3月、絆で毎日坂を勝利。部は、この勝利により、3年前の同レースで落馬した時から、抱いていた嫌なイメージを払拭し、吹っ切れたという。同馬は次の京都新聞杯も勝利し、日本ダービーの有力候補となった。そして迎えた5月26日の第80回日本ダービーでは、一番人気に応えて、 見事絆をダービー場に導き、たけし自身の持つ日本ダービー最多勝記録を5に更新した。14万人近いファンの豊か氷に包まれて、勝機種インタビューでスタンド前に立った部に対し、多くのファンからお帰りの声がかけられた。部はその声に僕は帰ってきました。と力強く答えた。この言葉は事前に用意していた言葉ではなく、 ファンのお帰りの声が胸に響いて、おのずから出た言葉だったという。部は、苦境の中で掴んだこの5度目の日本ダービー勝利について絆で日本ダービーを勝てたことは僕のジョッキー生活において分岐点となっています。それぐらい大きい勝利でしたと後に語っている。部はこの年、GI2 勝、10勝11勝、年間勝利数97勝と前年から、 大幅に成績を向上させ、低迷期を脱した。2015年、年間106勝を上げて6年ぶりに、年間100勝を達成。2016年と2017年は、北山サンブラックとコンビを組んで、KGI6 勝を上げ、同馬を2年連続年度代表馬に導くなど、大舞台で存在感を示した。2018年9月29日、 阪神競馬場で行われた足屋川特別で名将和姫に騎乗して勝利し JRA 通算2万1235回目の騎乗で前人未到の JRA 通算4戦勝を達成した次なる目標を問われた氏は明日のレースです早く4戦1勝をしたいですと笑顔で答えた50代に突入2019年3月15日50歳の 誕生日を迎え、50代に突入。10月20日、ワールドプレミアで菊花賞を勝利し、50歳7ヶ月6日での史上最年長菊花賞制覇を達成。史上最年少と史上最年長で菊花賞を勝利した騎手となった。11月23日、4年ぶり通算22度目となる年間100勝を達成。50代では、増沢末を、 岡部幸雄に次ぐ、史上3人目の記録となった。11月30日、JRA 年間勝利数を104とし、岡部幸雄が保持していた50代騎手の年間最多勝記録を更新。最終的に年間111勝まで記録を伸ばし、騎手リーディング3位に入る活躍を見せた。2020年11月15日、2年連続、通算23度目となる。 JRA 年間100勝を達成。12月12日、JRA 年間勝利数を112とし、前年に自身が記録した50代での年間最多勝記録を更新。最終的には、直近10年で最多の勝ち数となる115勝まで記録を伸ばした。2021年3月20日、阪神競馬 10R でソウルトレインに起乗していた際、ゲート内で馬が暴れて、 右足を負傷。右足部人体損傷と診断され、翌21日に起乗予定だった全六案は乗り換わりとなった。同月22日、自身のサイトで右足甲を骨折したことを明らかにしたほか、同日京都市内の病院で精密検査を行ったところ、右第2、第3、第4、中足骨骨折が判明した。これにより、 大阪杯のアドマイアビル後、大歌賞の名エールは乗り換わりとなった。なお、サ月賞の養蜂霊区は岩田臨村騎手に乗り換わりとなった。2021年出展、社辞は統一 GI、J ープニー、太辞は海外 GI、インは J ープニーを指す。ありがとうございます。